2006FIFA ワールドカップ決勝は2006年7月9日にベルリンオリンピアスタディオンで行われた第18回目の FIFA ワールドカップの決勝である。同年のトリノオリンピックの開催国でもあり、準決勝でドイツを破ったイタリアと次短の PK による決勝点でポルトガルを破ったフランスが対戦した。イタリアが勝てば1982年スペイン。 大会以来6大会ぶり4度目の優勝。フランスが勝てば、自国開催の1998年、フランス大会以来に大会ぶり2度目の優勝が、かかっていた。ヨーロッパ勢同士の決勝の顔合わせは、イタリア優勝時の1982年大会以来、また、決勝にブラジルとドイツが、どちらも勝ち残れなかったのは1978年アルゼンチン大会以来で、 第二次対戦後では2回目のこととなった。試合は序盤に動きを見せた。前半7分、フランスが PK を得ると、ここまでチームを決勝に導き、自らもこの試合を現役最後の試合と決めていた、ジネディーヌ・ジダンが決めて先制。その12分後、今度はアンドレア・ピルロの放ったコーナーキックにマルコ・マテラッツが合わせて、イタリアが同点に追いつく。 しかし試合はここから一転して、こ着状態に陥り、両、チームともチャンスを作るも決めきれない場面が続く。35分に、ルカトーニが放ったシュートはクロスバーに弾かれて、折り返しのヘッドは、オフサイドの判定で得点ならず。一方フランスも、フローラン・マルダが、ペナルティボックス内で、ジャンルカ・カザンブロッタに倒されたように見えたシーンも、PK の判定とはならなかった。 試合はフランスがイタリアのバイチ回シュートを放つもカテナチオと呼ばれたイタリアの鉄壁の守備に阻まれ90分戦っても決着がつかずワールドカップ決勝史上5度目の延長戦に突入したこの試合の延長後半5分に事件が起きるイタリアのマテラッツがフランスの時代に激しく詰め寄りユニフォームの胸ぐらを掴んで二言と事と暴言を吐くと これに激光したジダンがマテラッチに頭突きを浴びせる。この行為によりジダンは一発退場となって、極めて不本意な形で、現役最後の試合のピッチを去ることとなり、フランスは一人少ない戦いを強いられることとなった。チーム内でリーダーシップを発揮していたジダンが、激光するほどの暴言だったと推測されることから、この一連の事件は、大会終了後に様々な物議を醸した。 一人少なくなったフランスは残りの10分間をなんとかしのぎきり、試合は1994年アメリカ大会以来、ワールドカップ決勝史上2度目の PK 戦による決着となった。フランスは2人目のダビド・トレゼゲがクロスバーに当てて PK を外し、対するイタリアは5人全員が PK を決め、決勝の PK 戦でブラジルの前に涙を飲んだ。 アメリカ大会の借りを返したのだった。チーム 1V、チーム2、ありがとうございます。